よし、よろしくお願いします。出します、頑張ります。はい、無事確保できましたので、今日はこちらで実践していきたいと思います。それではまず、カスタマイズを入れていきます。今日はいきなりフラッシュを使って実践していこうと思っております。頑張っていきます。スペックを紹介させていただければと思います。大当たり確率は 199.8 分の1、ラッシュ中は2分の1となっております。ラッシュ突入率は 75% となっております。初当たりの時に逃走ボーナスに入ったら、そこで 74% を引くことができたら時短1回転で、そこでまた、うわー来ました、来た。そしてこれはあれだね、漫画の2みたいなやつ。お、あ、限界領域で保留は、はい、緑に変わりました。はい、赤以上になることに期待しましょう。押せ、あー、はい、あー、アイコン2つゲットしました。こちらのアイコンは数と色に注目していただけたらと思うんですが、ケイスケですね。今アイコン白で2つあるんですけど、色が変わることもあるし、このリーチ2のチャンスアップに、使われます。さあ何に使われるんでしょう。さあ、あー、はい、お、プッシュ、あー、さあ次どうだー、やべえ、ツッコミ、頼む、ボタン来い、あー残念。はあ、ということで残念でした。なんか何話してたか忘れちゃった。スペックの説明をしてたんですけれども、はい、逃走ボーナスの 74% を取ることができたら時短1回転の、チャンスに、でそこで取れたら、次から時短が2回になると。右打ち中はオール1500発、もしくは3000発。嬉しい、ライトミドルで嬉しい。前回のリホリックから目的というか目標が新しくできたので、ちょっと進めたいですよね。77万3893個、パチンコをただ打つだけじゃなくて何か今日ちょっとステップアップしたなっていう感じれる感じがすごい好きでいいなって思ったけど、よくよく見たらね、可愛いもんしか進んでなかったですね前回はね。仮に負けたとしても、あの回収だから流せばいいんですもんね今日もね。まあ、負けたくはないですけど、ライトミドルですし。でもライトミドルだけど爆発するしますもんね、そこのスペックだったら。 SNS とかでも2万発一撃2万発とかは普通に出てたんで、2万か、もっと欲しいな。2枚目入りまーす。来ました。もうねリホリンちょっと大人になったんで、これくらいじゃ心臓なんてドキッとしなくなりました。いやでも今明らかにうーってなってますよ。ギャ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 、緑緑になりました。お願いします。はい、連続予告3回まで、期待したいところではあるんですけど、まあ、行かなくてもチャンスはあると思いますので。おおおおお、ミッションリーチ、
はい、ミッションリーチに行きましたので、こちら成功して、バトルに発展するんじゃなかろうかと思います。あー、欲しい、ください。ただアイコンは白です。あー、3つ残れば熱かったんですけど1個流れちゃいました。ふう、かわいい頭ちゃん。このアイコンを使った時のチャンスアップで赤もしくは金、何かしら出てほしいなと思います。お願い、2個目は赤が出やすいので金にいてくれないかななんて今送ってます。パワーをください。さあゼロカウンター、緑プッシュプッシュプッシュ、ウィー、残念、お願い。さあ種類、やべえ、ツッコミ、さっきと一緒だ、特に色も変わらなかったしアイコンの。どうでしょうか。そう、外れたよね。復活はないね。私びっくりなんとかしてないからな。このリホリック始まっていろんなびっくり音にびっくりさせられてきましたけど、もうさすがに慣れたんで冷や汗なんか出てません。ふう、いやーびっくりした。うわあ、びっくりしてないよ。おー、2個突っ込め。やばい、涙が枯れる3秒前、しなしなだよもう。あ、ごめんなさい、本当にびっくりしなかった。なんならポニーテの場所を気にしてたら来た。プッチ、わー、また銀アイコン、2つ獲得。お願い、いっちゃえ、いっちゃえ。今ね、全身の血が頭に上った。3枚目、周りに座った人みんな当たってますか。え、うん、勝利の女神。どういう流れ、なまりですか。どこ出身ですかって結構聞かれるんですけど、あの千葉県なんですよ、生粋ので。なんでこんなになまっちゃったかっていうと、まあ、大阪の人たちといっぱい喋ったりとか、山形に行ってたりとか、山形に行ってたりとか、あ、お仕事ですよね。はい、仕事でとか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 で、あのこんなになっちゃいました。もう何、どこ生まれだって。山形でだいぶ鍛えられまして。急に下手になったね。あ、自慢とか、あー、自慢の話してたら来た。いや、これお願い、頼む。 DDDD 連続予告。まだ保留は変わっておりませんが、赤系の演出は出ましたね。はい、ここからどちらに、ネクストですね。ネクストで、あ、連続予告見て3回目、テロップは緑。緑系ですね。なんか欲しいな。どうだ、アイコン3つ、キー、また銀2つ。怖いんだよな。ちょっとこれ5回目ですからね。本当にいいペースでね、いきなりフラッシュ来てるんですけど、ちょっと怖い、なんか、ちょっとテロップも普通だし、どうなんだろう、まあ、このチャンスアップが、あー、
これもね、さっきもありましたもんね。まあここで行っちゃってくれ。キー、お願い。5回目だよ。5回目。金。キー。あかんて。したらいいの。だって5万円あればさ当たるでしょ。まあ、正直5万あれば当たると思う。って思いますよね。はい、誰しもが。何百までに当たると思います？六百。ああありがとう。手痛かった。はい。お、限界領域。いや、ここで来ないとあかん。うん、6回目ですからね。はい。あ、お。おー、激推しだったんですけど、また銀2つ。すごい、初めて見た。はい、今銀3つだったので50%あります。初めて見た、嬉しい。いやー、色変わって、あ、テロップは赤でアイコンがタイマーになってくれたら熱いんですけど、出てないですね。いやー、これちょっと欲しい、絶対欲しい、絶対欲しい、絶対欲しい。くれ。あー、1個目から赤です。ください。こう、あと2個。いや、欲しい、絶対欲しい。これは2個目で金。お願いします。もう我慢できない。あー、金ください。はい、なんでこの最後ラストも金なので、おー、もうダメだよ。来い。藤原ゾーンは出ないけども、あ、激惜しい。やったー。 DDDD Thank you。 637回転、やっと当たった。投資はですね、3万8000円です。はい、長い道のりだったよ。もう富士山登って降りた感覚ですね。頑張った。よし、ラウンド5の演出でラッシュ。いや、ちょっと席ラッシュ後の演出で取る取る。はい、こちらのロゴが赤になればラッシュです。もう帰る、もう帰る。ですね、一旦ちょっと荒ぶらずに、ご説明しますと、25% の通常を引いてしまったということになりますね。はい。リフリップ第14回目の楽しみにいつもしているお昼はこちらです。じゃーん。私ね、西京焼きがマジ大好きなんですよ。今日真面目に説明すると、西京焼きがマジ大好きなんですよ。沢田さんと、そして今日は玄米ご飯にしてみました。思い込み健康みたいな感じです。はい、いただきます、いただきます。
美味しかった。魚が染みました。なんかやっぱりね、一人で住んでると魚食べれないじゃないですか。さばけないし怖いし、顔ついてたらかわいそうやし。魚は大好きなんですけど、あのエビ系が無理で。エビ、うん、甘エビとかならいける、白いから。はいはいはい。あ、赤いとダメなの？赤いとダメです、怖い。だって焼かれて赤くなっちゃってるから。テレビで見ちゃったんで、焼く瞬間を。でバタバタ熱くてやっぱり暴れてたから、それが嫌でした。あ、プッシュボタン押すよ、押すよ、押すね、押すよ。緑保留だ。いきなりフラッシュ入ってます？嘘。オフになってる。チーン。まあでも緑保留だけで 20% ぐらいあるんで、はい、うん、チャンスはありますよ。リセットされてないかと思ってしまいました。はいはい、あ、緑保留からのサンズ柄天杯。ちょっとこ、ミッションリーチに入ります。ちょっとチャンスかもしれないですね。これまだ一度も成功したことないから。うえ、取れません。お、赤、どうだろう、欲しいよ。おお、取った。うん、あ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 、うん、ああ、あの銀2個より銀1個の方がチャンス、はいはいはい、で増えるかな。あ、引け、あ、赤2個になった。銀が1つだったらよりチャンスではあった、あった。さらに強い赤2つになりました。わーい、嬉しい。赤2個は今日初ですもんね。うん、わー、こちらの赤赤は 85% 取れる取れる取れる。ラインドアタック、いきなり金、決めろ。ピッ、決めた、決めました。堀江選手、イエイ、1位です。お、いいね、レインボーにもなって。57回転で当たりました。2000円追加しましたね。4万円使っております。よし、これぞライトミドルであってほしい。いや、いけると思うよ、リホリンは。ピッ、嬉しすぎてキモい。3種類ありますので、普通のバトルで最初はやってみたいと思います。こちら右打ちは1個だけで、入った瞬間もう抽選されております。はいはい。おー、マコサユキはめちゃくちゃ熱いです。キー、神頼む、お願いします。あー、赤まで行きましたし、大丈夫、取った。そして初回なので3000の可能性もあるんじゃない。はー、取った。嘘泣きやったー、やっと神が舞い降りた。しゃ、3000を、取り終わったら、この後は、時短2回転、継続率は 75%。 もう1回転目始まっちゃってます。始まっちゃってる、はい、あー、ダメでした、1回転目は。ここでプチュンってなるパターンもある。ない。あー、これで、あー、お願い、どうでしょう。あー、弱いくない、タイはやばいっす。やばいって。あ、緑、あ、上がって上がって上がんない。
まだまだ復活あります。この後ボタンが合わさればボタン重なって重なったー、なんなかった、嘘、厳しい、あっという間に終わっちゃった。ああ早すぎ。ここの持ち玉で当てて、伸ばせれば今日もリホリックで出玉の回収ができるということになります。あ、来た来た来た、一番最後の保留ですかね。よし、早いよ、今来たら早いよ、来たよ、ですよ、来たですよ。はい、ここで当たったら、持ち玉を増やすチャンス、イエーイ、チャンスチャンスチャンス、いきなりフラッシュ楽しい、濃いですよ。いきませんでした、限界領域に。はい、連続予告。お、どこに行くか。ミッションっぽいですね。頑張れ頑張れ。はい、また強いアイコンがあることを祈って。さて、おー、金がある、あー、すぐ流すね、銀2個より銀1個の方が強いから、あー来た、欲しい、くれくれた、くれました、1個銀1個です、銀1個ですと 32% 取りたいねー。ください、お願いいたします。あー欲しい、はい、今のシェイクビジョン入りました。まだ1個もあります。お、また入って、はい、文字は赤くないですね。お、何になる、あー、ブラインドアタックいい、ある、うわ、絶対取れる気がする、よっしゃーしゃ、ナイス、最高、88回転持ち玉は、今1937玉ございます。やったー、やっとライトミドルの台になってきた。はい、ここから最速アタック、赤くなればいくんですけど、お願い入って、いくー、キー、嘘だって言ってくれよマジで、やるよやるよ、嘘、取れないんだ。あー、なくなっちゃった。あの、どういうことでしょうか、このライトミドルに5枚目を入れるということは。連続予告2回目、外れた後1万1000回リーチ発展することもあるんですけど、いった、しれっと今日初めて の、 あの4大注目演出の1万1000回転リーチまで回せるか、リーチ回せリーチ、はい、こちら 50% 超えございます。お、今日初の赤、あー、え、このさらっと具合マジ嬉しいんだけど、なんかもう肩ポーン
なんかこれがいきなりフラッシュが絡まないで当たるパターンですね。あ、はい、245回転。今ですね、4万6000円使い切ったところなので、1万1000回転回せリーチ、期待度約 54%。こんなにさらっと、ちょっと追いつかない気持ちが。はい。ここです、問題。私の問題、今日。まあ、さすがに 75% ですから。はい、まあ、74% か。引けてますよ。ああ、ありがとう。ああ、よかった。立った。今回もこちらの走り屋バトルでやっていきたいと思います。行くぞ。あよー、嘘って言ってくれよマジで。はい、まあこのチャンスアップに期待したいと思います。赤まで行っちゃおう。来い。あーやだ、もうやだ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 、こんな仕打ちないよママ。息切れしかしない。本当にきついって。始まってます。ちょっとすいません、どうやってもこうやってもどうやってもすいません、辛すぎて立てません。転がして帰ってもらいたいくらいなんですけど。なんでさらっと、今回の収支は、投資が5万5000円、回収ゼロはぁ、つらい笑けてきますね。ちょっといつも319とかに挑戦してたから、あのライトミドルっていうだけであってめっちゃ引けるわって思ってきたんですけど、まあそんな甘くはなかったです。右側ちょっとなかなか難しかったんですけど、いきなりフラッシュもめちゃくちゃ出ましたからね。あのそれを思うとすごく楽しめた台ではあったかなと思います。ただ悔しい、もう悔しいが残りますね。今回の回収はゼロなので、あの本来の目標を進めることはできなかったんですけど、次回、この分の借りを絶対に返してやります。ここまでご視聴くださった皆様、本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしく、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ベロも回りません。というわけで次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、というわけで始まりましたリホちゃんキッチン、イエーイ。今日のご飯今作ってるんですけど、じゃーん、そうめんこれを2束食べます。で、そうめん茹で上がったら韓国海苔、なぜか出間に置いてあった韓国海苔を、ばらまき散らして、最後にこのこれがめっちゃ美味しいの、ザクザク旨辛唐辛子チップ。もうめっちゃ本当このタイトルの通りザクザク旨辛唐辛子チップなんですけど、これを最後にぶちまけて食べるそうめんが今めっちゃハマってます。完成したそうめんはこちらです。はい、ただそうめんを茹ででお皿にぶち込んだだけなんですけども、こんな感じです。これが本当に大好きに最近なったばっかりで、ただのそばつゆにお水で割って海苔を入れて、さっきの島唐辛子、ザクザクチップスを上から振りかけただけのめっちゃ美味しいソースです。皆さんもぜひお試ししてみてください。